ビー玉スライダーならこれですぐ作れるわよ。たっぷり。どういうこと？いくわよ。あっという間よ。パチパチパッチン、パチパチパッチン。板に何かくっついていく。はい、できたわ。ほんと？本当に？もちろんビー玉も。はい、コロコロコロ。これはホワイトボードって言って磁石がくっつく板なの。そしてこのグネッとしたものがマグネットバンドっていう元は長い磁石なの。初めて見た。この2つは100円ショップで買うことができるわ。この2つの材料を組み合わせて簡単にコロコロスライダーを作れるわ。わーい、僕たちも作ってみたい。一緒にやってみましょう。みんなもグッドボタンで応援してね。まずはどんなコースを作りたいかしら、試しながらイメージしてみましょう。ちなみにホワイトボードは専用のペンで絵も描けるわ。絵と組み合わせるのもいいわよ。僕はどうしようかな。うん、この磁石の丸み、何かひらめいたのね。このバナナにぴったり。なんでそれ。だからこんなバナナコースなんてできちゃうんじゃない。クモリンは本当にバナナが好きね。僕も自分の顔をどーんと描いてみよう。でもこの後どうしよう。何ができるかな。これをこうしたらこうなって、そうだ、こんな体の中をコースにしちゃおう。面白そうね。イメージが決まったら早速作ってみましょう。ホワイトボードも大きいものもあるわよ。僕はこれ。僕は大きいのがいいな。まずは磁石をパッチンパッチンで、なんか長いような。この磁石は柔らかいからこうやって好きな長さにできるわ。うん、いい感じ。僕は先に絵を描いてみよう。体の中も細かくっと、色も忘れずに。まずはお絵かき。そうだ、ここには罠も仕掛けちゃおう。いい感じじゃない。口から入ってこんな感じに。ここは僕の腸の中。みんなできたかしら。できた。二人とも上手ね。ドキドキバナナゲーム？ビー玉をどっちかに転がして僕の口の中に運べたらクリア。でもノイズの口に入っちゃったらアウト。いいね、やろうやろう。まずはこっちからついて。焦っちゃダメよ。よし、今度はこっち。やったー、やるじゃん。私はいっぱい流すわ。大丈夫、またくっつけて元通りよ。えいっ、ノイズに食べられた。夢中になっちゃうわね。はいはい、今度は僕の番。改めて見るとすんごく大きい。僕の体の中をそのままスライダーにしたのさ。ビー玉をお薬に見立てて、バイキンがいるこことここにどんどんお薬を運ぶのさ。はーい、僕に任せなさい。いけー。あー、お薬が閉じ込められた。そんな簡単じゃないよ。次は私の番よ。えい、まあやったわ。さすが、どんどん運んで。僕はじゃらーっと流す作戦。ぽいぽいぽい。変なところに詰まっちゃってる。焦っちゃダメよ、くもり。私は丁寧にゆっくりやるわ。二人ともまだまだですな。遊んで気づいたけど、コースをこうやってずらすだけでも難しさが変わってくるね。ゴールに入りやすくなった。いろんな工夫が楽しめる工作ね。ねえ、この僕の口の中に入った分だけバナナがもらえる。
ムしようよ。そうだ、そのまま。クイズトーム。クモリンのスライダーゲームに書かれていたのはクモリンと誰でしょう。1フリル、2ビービー、3ノイズ。みんなもオリジナルのビー玉スライダーを作って遊んでみましょう。みんな止まってる。サンさんとクモリンです。今日はこれ QBI で遊んでいくよ。ブロックがぴったんこ、磁石でくっつく不思議なブロックで巨大なコースを作っちゃおう。レッツプレイ。パトカーブーン、ブンブンブーン。だったら私はこうやってブブーン。わっ、勝手に走った。なんでなんで。こうやって道を変えて近づけたらくっついた。磁石の力でくっつくのよ。次はこっちにブブーンよ。また勝手に走った。だったら僕も。おにゃー、うまく回らないよ。後ろのタイヤをえいっと回してそーっと溝に置いてみて。回してそーっとポイ。あ、走った。電池も入ってないのに自分で走っていくのよ。不思議。シュポッとゴールするの気持ちいい。ガッガッガッ。ノイズ、こんなものどうしてやる。おー、ゴールが。ゴールはこの辺に。ポイだ。これじゃ車が落っこちちゃうよ。悔しかったらここまでゴールしてみるんだな。こうなったらブロックを組み替えてゴールを目指そう。 QBI でコース作り応援してくれる子はグッドボタン。ここがゴールだからこっちのブロックをここにくっつけて。じゃあこれとこれもピタッとペタッと。なんだ簡単じゃん。早速車を発車オーライ。落ちちゃった。道はちゃんとつながってるのに。なんで落ちちゃったの。二人ともブロックをよく観察してちょうだい。あ、いろんな道がある。こことここをつなげるには、このまっすぐの道だ。じゃあここに行くには。お友達のみんなも一緒に考えてみてね。こっちに曲がりたいからこれだ。それじゃあ早速発車オーライ。やった、ゴールできた。お友達のみんなもありがとう。何、ゴールできただと。ブロックの道をよく見てゴールまでつないでいったんだ。だったら今度はゴールを、ゴールはここに、ドーン。障害物もドーン。こんなに離れたところだったらゴールはできないだろ。これをここに置いて。ダメだ、ブロックは足りない。じゃあ僕のバナナちゃんを置いちゃい。バナナ、いや、あー失敗。同じブロックがあれば。二人とも、じゃじゃーん。これは大量の QBI。 これを全部使ってゴールを目指しましょう。これだけあれば巨大な道が作れるね。ゴールはあそこだから、これとこれをピタッとつなげて。ポンポン、スポポン、スポポンポン。あ、分かれ道だ。じゃあ僕はこっちの道をポンポンスポポンスポポンポン、ポンポンスポポンスポポンポン。僕はこっち側をポンポンスポポンスポポンポン。ちょっと高すぎる気がするけど。ポンポンスポポンスポポンポン。試しに車を発車オーライ。止まっちゃった。道が高すぎたみたいね。少しブロックを減らして、これだったら。やったー、成功だ。この調子でどんどん組み立てて。失敗したら組み直そう。
ゴールはこっちだから。あ、こっちだとぶつかっちゃう。じゃあこっち側から進もう。ポンポンスポポンスポポンポン、ポンポンスポポンスポポンポン。せっかくだからいろんな道を作って、ポンポンスポポンスポポンポン、いろんな道をよく観察して、ポンポンスポポンスポポンポン、ピタッとどんどん組み立てて、じゃじゃーん、巨大コースの出来上がり。あっ、大迫力ですな。それじゃああのゴールを目指して。ほうほう、あそこですな。発車、オーライ。あー、止まっちゃった。もっと勢いをつけたら、うわ、コースアウト。だったらここをまっすぐにして、もう一回挑戦だ。発車、オーライ。いいぞいいぞ、その調子で。ちゃんとゴールまでの道のりを作れたわね。次はいろんな場所から走らせようよ。いいね、そうはさせるか。あー、道も取って、車ももーらいっと。ノイズ、返してよ。返して欲しけりゃここまでおいで。でも道がないよ。こうなったらまさか、大ジャンプ。うわ、飛び上がったなど。道がないなら飛んじゃえばいいもんね。覚えてろ。車も取り返せたし、もっといろんな場所から走らせようよ。発車オーライ、発車オーライ。道がないところはジャンプ。みんなも QBI で巨大コースを作って遊んでみてね。いろんな道をビュンビュンビュン。そうだ、そんなバナナこれで遊ぶよ。マグネットブロック、カラフルでかわいい。レッツプレイ。まずはブロックを全部出していこう。わー、いっぱいだ。いろんな色や形、数字や文字も入っているね。楽しそう。わー、見て見て、くっつくよ。ここがマグネットになっているから自由にくっつけることができるんだ。面白い。いろんな形を作ってみよう。この三角を耳にして、ここをくっつけたら、見て、猫ちゃん、かわいい。僕も作る。三角と四角をくっつけて、じゃーん、おうち。二つくっつけただけじゃん。じゃあくもりん、これは何になるでしょう。なにこの形、全然わかんないよ。みんなもグッドボタンを押して一緒に考えてね。ここを持って持ち上げると、わー、お家になった。これなら僕たちも中に入って遊べるよ。すごい。いろんな立体の形を作ってみよう。僕ボール作りたい。真ん中に三角を置いて、周りは四角、さらに周りに三角を置いたら、あれ、ボールの半分しかできてないよ。そうしたら同じパーツをもう一つ作って、さっきのパーツとくっつければ、ほら、ボールの完成。やった、ちゃんと転がる。この数字のパーツを使って四角いブロックに順番にはめていくと、1、2、3、4、5、6、四角いブロックを6枚使ったことがわかるね。ほんとだ、すごい。マグネットブロックは何でも作れるよ。僕動物園に行きたい。それじゃあ車に乗って動物園まで行こう。車はどうやって作るの？このタイヤパーツがあれば車を作れるよ。ここにこれをくっつければ前輪の完成。後輪には僕たちが乗れるようにこの大きなブロックを使おう。車は英語でカーだから、四角いブロックには C と A と R をはめて使おう。前輪と後輪をこれでつなげたら、じゃーん、カー、車の完成。すごい、早速乗ろう。動物園へ出発。ほぼに見て、お馬さんがいるよ。本当だ、こっちはペンギンさん。か
船は英語で船。全然違う。船はシップだから SHIP をはめよう。ここをくっつけたらよし、シップ船の完成。かっこいい。早速海に行こう。くもり見て、お魚さんだよ。わー、かわいい。あっちにはヨットもいるね。はい。よし、くもりん、そろそろお家に帰ろっか。やだ、僕星も見たい。星？じゃあ宇宙に行かないといけないよ。ロケット作るもん。こうやって、あれ、うまく立たないよ。ここのパーツが足りてないんじゃない？ほら、ここにこうやってつければ。はい、これで発射できる。ロケットは英語で ROCKET だよ。早速宇宙へ行こう。じゃじゃん、片身のよ。僕、片身の大好き。こうやっていろんな形のピースを隙間ができないように埋めていくんだよね。このピースは、あ、ここに入りそう。二人とも、とっても楽しそうね。ガッガッガー、ノイズ。これをこうして、あー、せっかく遊んでたのに。ピースがバラバラになっちゃったわ。へい、悔しかったら、俺様の考えた片身の遊びで勝負だ。この一つのピースの上に順番にピースを重ねて倒した方の負けだ。そんなの簡単じゃん。地面にピースがついても負けだぜ。それじゃあ早速、レッツプレイ。まずは俺様、このピースをポイッと。じゃあ僕はこのまっすぐなピース。だったら俺様はこの D みたいなピース。 D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 。 あ、ちょっとグラグラしてるわね。僕はこのバナナみたいなピース。バナナ、バナナ、バナナ。そんなバナナ。ガッガッガッ、俺様の勝ちだな。二人ともピースの形や置く場所と向きをよく観察してみて。このまっすぐのピースは、そっか、こうやって横に寝かせることもできるんだね。立てたり寝かせたり、あ、斜めにもできちゃった。今ならノイズに勝てるかもしれない。へっ、何度やっても俺様には勝てっこねえよ。お次はこのピースの上からスタートだ。じゃあ次は僕たちから。まずはこのまっすぐのピースをこう。何？横に寝かせただと？だったら俺様はこれだ。僕はギザギザピースを、えいや。一気に置くのが難しくなっちまった。だったらこれをこうしてっと。なかなかいい勝負ね。僕は、ダンさん、手が震えちゃって置けないよ。お友達のみんな、グッドボタンを押してサンさんの代わりにピースを置いてほしいの。置いてくれてありがとう。みんなのおかげで積み上げられたよ。お次はこれにするぜ。僕はこれ。いつの間にかこんなに高く積み上がったわね。残りのピースはこれか。じゃあこれをここに。うわあ、俺様としたことが。ナイスな負けだね。ピースを置く位置や向きを考えながら積み上げるのが大事なんだね。
サンサン、クモリンチームとノイズ、今のところ引き分けね。じゃあ次が最後の勝負だ。最初のピースはこれだ。これだけ？レベルマックスって感じね。それじゃあ最後の勝負、レッツプレイ。俺様は胃袋みたいなピースを、いくぞ胃袋。じゃあ僕はまっすぐピースを、まっすぐ、まっまっすぐ、どんどん順番に積んでいって、残るピースはこれか。俺様はこれを使うから、お前らはこのピースを使うんだぜ。わー、ノイズずるい。置きにくそうなピースばっかりになっちゃった。これでもう簡単だぜ。このピースを、ほいった。どのピースを置こう。みんなだったらどれを置く？これもこれも置きにくそうだけど。あー、ひっくり返したら置けそうじゃない？そーっとそーっと。やった、成功だ。なにー、俺様だっけ。これをそーっと、そーっと。ヒヤヒヤしたぜ。この調子でどんどん置いていって。すごいわ、3人ともすごいバランス感覚。それじゃあ、乗せるよ。も、とったー。カタミナのピースの全部乗せだ。すごすぎるぜー。置く位置や向き、すべてが完璧ね。また最初から遊ぼっか。本マグロ解体パズル大会、イエーイ。バラバラにしちゃうぞ。マグロドーン。うわー、大きいね。司会のつくもです。今から2人にはこのマグロを解体してもらうわ。やったー。クモリン、いきます。よ、豪快に行ったわね。あ、名前が書いてある。どの部分か分かるようになってるのよ。僕はこれでバラバラにしていくぞ。テール、背下、腹下、背中、腹中、背上、腹上。ものすごい包丁さばきね。僕も包丁でやる。僕たちが食べてるところ、卵、綿、ハツ。他のやつより赤くなってるね。ここは内臓よ。中落ち、とっても大きい。次はここだ。に、あれ、うまく入らないや。狭いみたいだね。もっと優しくしてあげて。頭も取れるんだね。二人ともその調子。赤身、手紙、腹紙、背中、腹中、背下、腹下、テール。よし、解体できた。わー、すごい数。この二つすごい似てるね。次はこれを元に戻してちょうだい。パズル対決よ。実況は私
プリルです。なんだこれ、かっちょいい。1分以内にマグロパズルを完成させた方が勝ちよ。勝った方にはお寿司のプレゼントがあるわ。お寿司お寿司、負けないぞ。これをこうして、もう始めてるし。内臓はここ。ヤモリン選手、いきなり内臓からいったわ。中落ちはここで、ここはここで。クマリン選手、大変なことになっています。うーん、難しいな。もはや違うゲームになっている。クマリン選手、パズルに戻ってください。そうでした、そうでした。戻すの大変。果たしてクマリン選手間に合うのか。何をしていたのかしら。次は僕、セカミ、背中。さっきの方法を使っている。やるわね、サンサン。よし、ここまでできた。サンサン選手すごい。次は頭、ほっほほいほい、脳天、目ん玉、ほほ肉。順調すぎて怖いくらいだ。綿、卵、内臓三連発、セカミ、背中って、これうまくはまらないよ。サンサン選手、あれがないことに気づけるか。そうか、赤身だ。そう、赤身の支えになってるのよね。私とプリルでいただくわ。そんな、バナナならあるよ。そうだ、寿司食いでー。みんなも真似してみてね。今日のお絵かき、thank you.
返してくれてありがとう。